下に向かって急降下するハヤブサは最高時速398キロで世界一速い鳥である。ハヤブサの視力はとんでもなくよく、数キロ先の鳥を見つけれる。ハヤブサはこう見えてインコやスズメの仲間である。ハヤブサの名前の由来は、飛行速度の速さから早飛び翼が転じてハヤブサになった。ハヤブサは日本全国に生息するが、子育ては海岸や山地の断崖で行う。ハヤブサの英名はペレグリンファルコン。ハヤブサとアラブ人は雰囲気がめっちゃ絵になる。